のダメじゃない。ダメよね。ああいう風に。一世くんの次に来世でなりたい動物は一体何でしょう。1犬、2猫、3怠け者。これは難しいじゃない。そうかな。うん、僕猫がいいな。あれ、怠け者だって言ってたじゃんこの間。話が違うわよそれ。いや、怠け者ってあれあれで大変らしいってことが最近分かったの。全国7カ所で、ライブがございます。テルジベットライブツアーということで、ホモディメンズというタイトルがついておりますが、やはり中心となるのは今回ネルピーの曲。そう、もうバッキンバッキンにして。なるほど、台風でリハを飛ばしながらも。そう。全然台風明日来るからリハ飛ばそうとか言ったら、ピーカーになっちゃったっていう。やたら晴れちゃって当たり前で、突然進路早めたんですから、ね、やっぱ嵐の中でもリハに行ってほしかったな。 いつもの南麻布スタジオへ。いいじゃんそこだったら、搬入口は屋根あるし。そうだけどさ、嫌じゃん行くのがさ、めんどくさいし。またそういうレイジーいっちゃん、歌は歌いたいんだけどね。迷うわけね。いや、歌は歌いたいんだけど、そこ行くまでがめんどくさい。というレイジーよね。そうよ、します恋。まあそんなわけで、実はここで一世くんからプレゼントがあります、はい。まあ今回の、ホモデメンズのですね、カラーパンフレットだね。メンバー全員のサインが入ってます。これ一般には出ないやつだから。あらま、あの、貴重ですわね。この業界の中の宣伝用のやつだったから、これ貴重ですよ。でもサイン、写真も綺麗だし。写真綺麗だよ。もちろんジャケットはヌードですし。そうですわよね。 そしてもう一つ、その話題の大変苦労して撮られたという、このお写真がドドンとでかくなったポスター、これも一世のサインを後で書いて、書く。じゃあ1名様差し上げたいと思いますので、番組の最後に宛先が出ます。それまで見といてください。まあそんなわけで、今年はなんかお互いに割とこうね、スタンスを取りつつの、そういう感じでしたけど。そうだね、遊ぼうよ。我々の付き合いもあと1、2年じゃない、1、2年で10周年を迎えます。怖いよ。やだわ、お互いにもうこんな年になっちゃってとか言って。でも全然変わってないじゃん。そうね、一世もそうよね。ね、19と20歳で、そうデビュー前に出会った2人が、またこうしてずっとヤクザな世界にいるというのも、これもまた一興ですね。まあ、ゆくゆくはさくらと一郎のようなデュエットもやってみましょうか。50ぐらいまでになってやっていたらいいかもしれない。いいね。一回マジに考えたんだよね。考えたよね。デュエットしてみようか、企画もね。みんななんかさくらと一郎とかいろいろ言われてね。ちょっと一世&チーボーとかなんかいろいろなんか芸名まで考えて。そう、考えてもらったのにね。結局なんか冗談で、終わっちゃったね。そう、エディとペンギンっていう謎のあれもありましたけど、ね、企画ものも。まあそんなバカなことはいつも私たちは考えてるわけです。